帰ってきたトラドモンニュース再開秘話。山田氏や岡本ディレクター、元 DHC テレビスタッフ、有本香織さんオファーの経緯等を百田先生が語るという動画で、百田先生が闇鍋や山田氏に関する暴露をしたことをご紹介しました。その後、闇鍋は大人の対応かと思いましたが、山田氏はそんな玉じゃおまへんでした。生配信夜生第8回、折島一平&飯田康之&森永康平の3人が夜生初登場。皆様のおかげですよ。楽しくさせていただいてるっていうのもね。噂の Y 社長なのに。キックバックもらって。キックバック、キックバックつながりで言うとね。はい。クラモンさんに320円いただきました。ありがとうございます。マー君、1000円いただきました。少ないですが、皆さんで飲んでください。いや。1000円いただきましたらもう、1000ペロですわ。1000ペロ、はい。いただきました。ありがとうございます。なんとか兄さん、六尺に兄貴さん。キックバックといえばこれですよ。これ、米津玄師のキックバックです。知ってます?チェーソーマンやん。はい。僕のキックバックしたらこれです。はい。はっはっはっは。とのことでした。キックバックを笑い物にして揶揄して返しました。さらにスパチャ等をキックバックと表現します。これは煽りに対する煽り返しですね。ヤギ沼さん、お疲れ様です。みんな、ヤギ沼プロデューサー、いらっしゃいました。キックバック、くれはる人です。とのことでした。ヤギ沼氏は、トラ8最終期では、山田氏と岡本氏と並んで3人だけのプロデューサーだった方です。さらに一つ気になった箇所がありました。この前日4月13日の朝8での発言です。令和5年4月13日、百田直樹有本香織のニュース生放送朝8時第96回。エジプトっていうのは非常になんというか、狡猾っちゃ狡猾な国で、昔のナセルの時代からそうなんですけれども、アメリカと別の対峙するロシアと両方ですね、手玉に取って、自分たちはバランスをうまく取っていけるんだっていう、両方手玉に取れるんだっていう、そういう自信があったりするわけですよね。だから日本なんかが来ると、例えば日本はですね、エジプトはなんか知らないけど、フィフィって人がですね、なんか日本の教育は素晴らしいとか言っちゃってですね、エジプトの公立学校の一部でですね、なんか日本式教育みたいなのを取り入れて、日本式教育って例えば子供が自分でお掃除するとかね、最近日本の子供もやってないんだけどみたいな話なんですけど、そういうのをやってたりとかしてるというのはあるんですけど、そういうとまただからエジプトは親日国だとかいう風になりますけど、そうじゃなくってむっちゃ親中の国なんで、とのことでした。飯山さんがフィフィさんに絡めてエジプトは親中という発言をされていました。フィフィさんってトラ8元出演者だよなぁと印象に残っていました。次の日4月14日の闇鍋の夜生での発言がこちらです。ナイスキック、ナイスキックが出ました。ナイスキック、ナイス KB、 なんかこうサッカー系の動画みたいやね。はい、滝田さんまた呼んで、滝田さんね、また来ていただきましょう。なるほど、フィフィさんね、フィフィさん呼んでもええね。とのことでした。キックバックと言いつつ、フィフィさんを呼んでもええねという発言がありました。これはたまたまかもしれませんが、以上の流れから、山田氏は百田先生の批判に受けて立った印象を持ちました。山田氏の発言、大人の対応とは思いませんが、百田先生からの一方的な暴露のカウンターとして、まあぐらいの反論はしゃあないのではと感じました。山田氏は帰ってきた虎ノ門ニュースへは賛辞を送っていたことから、スタンスははっきりしたと感じました。健康くんのスタンスはいつまでも決まらないよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。